3500は全然ありましたね。あるなら書いてあるだろ、寿司。お前から1500万も遅れとるやろ。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は、まあ、緊急で、まあ、カメラを回すべきでもないと思うんですけど、店長、ね、今本社店長、料理店店長、菅井店長で、俺は酔っ払い店長店長なんて違う。そばに行ったのに、しかも朝起きたら、しかもアラームかけなくて、今日起きましたの、よう起きたと思った。辛いから。だけど、この和気あいあいとする場合じゃないぐらい数字が悪いんですよ。まあ、視聴者これ相手 YouTube にするっていうのは別にあれなんですけど、会社これね、二階道場、まあ、確かに今視聴者さんから結構ね、仕事の依頼、職人も全国から来てくれたり、いいことがいっぱいあると思うんですけど、まあぶっちゃけショート、たったこの3ヶ月でマイナス7000万。これをちょっとやっぱりこういうもんなんだよって会社ってね、言ってみてどんなふうにしてるの、まあ、まあ難しい、なんかさ、なんか会議してこうな感じじゃないと思うんだけど、でもこれ改善しなきゃいけない数字だから、これ本当に笑い話じゃないよね、これ。なんか声が浮かばんで箔が出んけど、なんか俺ちょっとお前もう笑い話じゃねえぞ、ほんとお前らな。そんな本社に関しては税マショート、稼ぎに関しては3000万、2700万、最大ね、9月360万、これだけショートしてるってね、まあ、1ヶ月分遅れとるわけですね、たった3ヶ月ね、どないするよ、笑っとるよ、なんでこの音が出る、笑うことじゃない、笑うことじゃないですよ、顔がね、顔が直したでしょ、直したでしょ、顔直したでしょ。まあまずじゃあ片や相田さんから聞こうか。もともとこう秋に中型大型のご契約ちょっといただいとったもんですから、先月に関してはちょっとその最後の週の足場の解体が全部この1週目にずれてしまったので、まあもともと1000万ぐらいしかなかったんですけども、9月は、うん、それ固定だ。そうですね、はい、と契約いただくべき数字が 15% ほど契約がちょっと遅れておりまして、結構遅れてる若干。で、じゃあ本社の方は、まあ本社は、まあ、1700ショートしてますけど、まあもともと目標は9月で目標以上の数字は入ってたんですけど、8、9が雨で、ちょっとずれ込んじゃったのと、ちょっと晴れが続かないとできない工事とか、商材が入ってこないとか、ちょっと解体の時の物損とかがあって、引き渡しが10月にまたいじゃってるような感じですね。1300億円ってあるんだね。はい。9月の目標が2300万に対して、また700万億円、合計1700万億円になるでしょう。はい。で9月、それだけやりそうだな。9月これ1700プラスだ、3500ぐらいな。3500は全然プラスでしたね。3500は全然ありましたね。あるなら書いてあるだろ、数字。いや、なんでちょっと違ったかな。ちょっと今、キャンセルというか、ちょっと就職でさ、しましょう。めっちゃ冷静に嫌なんで。ちょっと、ね、ぶっちゃけ、ちょっと怒ってからねって言ってるわけだ。お前、これ1500万も遅れとるやろ。相沢さん、まあじゃあ緑は、まあ、河合君に関しては、まあ、店長以上でね、総責任者でやるっていう、この結果じゃあかんよね、セロペンがショートするわけだ。そうですね、うん、緑は結局その7月の段階はちょっと 5、6がまあ契約が薄くって、うん、最初のうちに全然組めてなかったんですね、うんうん、で、まあ、ちょっと観光も数字がやっぱ低い、
で、まあ、8月から徐々には組んでってるんですけど、その結局4月あたりから緑の職人さんの数、うん、今半分ぐらいになってるんですよ、うんうん、結局ちょっとまあ3チームぐらい動ける塗装の職人さんとか、うん、まあ、ちょっといろいろあって、まあ、辞めてもらったとか、うん、そういうのもあって、でその減って結局今ストック、工事ストック自体はまあずっと組めてるんですけど、うん、職人不足で、うん、まあ、ちょっと動き出しの遅さもあったんですけど、うん、今職人探してるんですけど、うん、まあ、月ベースの単価上げていかないと、で結局毎月のそのちょこちょこの積み重ねが結局この数字なんですけど、大きいよね、7000万。これはじゃあ、まあ、店長としてはそういう見解だけど、責任者として、理解道場の営業責任者としての意見はどうだろう。まあ、3ヶ月でこれなんで、うん、まあ、実際この3ヶ月スパン以前の食い手になるんで、切腹もんだよ、これ本当に、はい、違う、ハンドワールドちょっと声がおかしいよ、切腹クラスだよ、これ7000万って、ね、まあね、どうしようですかって言うと、まあまあ、そうそうです、でも契約ストックが今、うちが2億であるらしいんだよね、その、なので、やっぱり2億っていう契約取得があって、工事がさばけてないって職人不足だよね。それってもう前から分かったことだと思うんだけど、目標立ててるってさ、あれから、でそれをじゃあみんなが合言葉になってない、今かわいくん ここでなんかサミット動いてるかって、どうやってやっていくかだよね。今はとりあえずその今いる職人さんに、うんうん、まあもともと一緒にやってた仲間だったりとか、まあ、紹介してほしいなっていう、結局新規 その使ってくださいみたいな面接とかの連絡とかはないわけじゃないんですけど、分かんないじゃないですか、うん、でもやっぱりそのなんか喋ることも大体分からん、そうですね、で面接の段階で切っちゃいますね。もういいよ、どんどん使ってそれでいいっていいよ面接の段階で切る、はい、なんで、あ、ちょっと怒るって言ったなんでそこで怒った、なんでなんで切るの。いや、面接の段階で切るっていうからちょっと顔が見えちゃった。結局その身だしなみとかあるじゃないですか、うち結局その職人さんでもやっぱりうちって名刺渡して挨拶して、うんうん、なんかもう店舗に入ってきた時点でダラーッと入ってきたような職人さんって、なんかでも本当に一応その職人の業界でやっぱり面接に来るって言って、確かに仕事終わりの時間で来るからって言って、そのまあ作業着でもいいんですけど、やっぱりそのある程度の綺麗さじゃないですけど、ベッタベタのでなんかスリッパで草履で引きずって歩いてくるとか、それあるとやっぱりちょっとあ、こいつ現場任せれる、それはお客さんにも映るからね。そうですよね、なんでやっぱりそういうのを見ちゃうと、やっぱ面接ってそのいいことは言うんですけど、それ以前の問題があるなとか、で結局一回やってもらった職人さんもいたんですけど、結局洗浄して洗浄でもう辞めてもらった人もいますし、ちょっともういいわって、もうそうですね、汚いわって、洗浄の段階でこの仕事で満足してるんだったら、まあそこまでだなっていう、まあこれ YouTube で今せっかく撮ってるんだけど、まあうちの職人さんがみんな日給月給っていうのが責任施工って言って、あの 1件いくらみたいなね、まあ、現場によってうちはまあ現場で全部違う、やっぱ同じ大きさとかでもないですよ、ここやりにくいからとか、だいたいこれぐらいの肉でできるでしょうみたいな感じで責任施工で今みんなやってもらってるんですけど、愛知、三重、岐阜ぐらいの職人さんで、まあ、こちらでだいたい募集してますので、ぜひ足はもう職人足りてないで、トラック持ちで手間受けできるとかさ、じゃあこちらの手間受けできるとか、まあ、材料持ちで受けたいとか、まあ、そういうのが欲しいな、まあ、職人さんが多いで、自分たちの方はね、ただ足はもう結構今、外注しちゃってるので、ね、自社の売り方上の仕事、だいぶ優秀だったでしょ、ほぼですね、これも大きいやつも大変だからな、中古の買い取りも結構ね、今来てるんで、中古の買い取りもいいよ、材料も全然足りてないので、また声かけてくれるといいんですけど、まあ、そういうし、今後どうなるかだね。うん、まあ、こうやってね、数字、今の理解道場は、まあ、決して悪いことではないと思うんだけど、こういう数字で修正していくもんだからね。だから、まあ、今後、
の、まあ、飲み会道場営業、まあ、まあこういうもんならね、やっぱコロナでよく耐えた方だから、うちはね別にまあその悪い数字ではないと思うんですけど、うん、まあ、ここでねやっぱり一発その11、12、1で4ヶ月か近くやっぱこの3人が力を合わせて数字取り返してくれたらなと思います。はい、さっきも言ったけどですけど、あの足場の買い取りと特定技能、実習生はあのオンライン相談30分ぐらいいただけいいかなと思うけど、長いのパートナーズでやってますんで、ぜひそちらの方も興味があったらね、ぜひよろしくお願いします。で、あと職人か、運転募集、塗装の職人、足場は、まあ、どちらかというと手間向け、まあ、外注でいい人がいっぱいいると思うので、手間向けとか一番材料を使ってやってみたいなとか、そういう人がおれば、回収現場がメインなので、ぜひよろしくお願いします。お願いします。せーの、また見てね。最後まで固い。